はい、通勤の自由な時間ようこそ。さあ、今回はですね、今月公開の MCU の映画ブラックパンサーワカンダフォーエバーからですね、マーベルフューチャーファイトにもその関連のスキンが出たんですけど、まあリリー・ウィリアムズね、通称アイアンハートなんですけど、まあ使ってまあ、このスキルテスト見ててもなんか全然派手だし、前と比べてもなんか結構やっぱエネルギー系の攻撃力が強化されてるなーって印象ですね。まあそこまでガチガチにガチ勢でやってるわけじゃないんで、まあ全然ね、参考になれる動画ではないんですけど、まあ印象としてはもう一個のアーマーの方のスーツが、ね、スキンが出るかなと思ったら、全然初期段階の多分スーツになるのかな。映画を見てみないとわかんないですけど、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。